大学の友人である琴音の結婚式に出席したイッチ。温まる結婚式に、出席者たちが楽しんでいる中、夫に空気のような扱いをされて、もやもやした気持ちになってしまうイッチ。ひょんなことでイッチは、夫が自分へ冷たい態度をする理由を知り、思わず結婚式から抜け出してしまう。その後、式場に取り残された夫は、助けを求めて電話をしてくる。夫がイッチに冷たい態度をした理由とは？また、夫がイッチに電話をかけてきた理由とは？義妹の結婚式で私を空気扱いする夫、夫の企みに気がつき、3秒後、式場を飛び出した結果。琴音の結婚式がきっかけで、夫の本性が発覚したので、復讐を計画しているんだけど、ここで吐き出してもいいかな？仕方ない。まずスペックから書き込みをよろしく。今回は夫と琴音と敵対しているみたいだけど、琴音はどっちの味方なのかな？話に乗ってくれてありがとう。私と夫は3年前に結婚。私と夫は子供が好きなので、一緒に暮らし始めてすぐに妊活をしたんだけど、二人とも体に異常がないはずなのに、なかなか妊娠することができなかった。子供が欲しいとはいえども、いつも運が悪かっただけだと思い、妊娠できないことにそこまで思い詰めることはなかったんだ。でも、私が妊娠しないことに、口を出してくる人がいた。それはトメ。義実家と我が家は車で30分ほどの距離なので、トメは頻繁に家に訪問してきては。イッチさん、妊娠できないなら、とっとと息子と別れてちょうだい。子供を産めない女は、鍵ができても5人彼しかない。息子からイッチさんの料理が最近手抜きだって聞いたわよ。妊娠するためには旦那様への愛情が一番なのに、それをおろそかにするだなんて。など、妊娠できないことを理由に、いろんなレパートリーの嫌味を言ってきた。トメの訪問を拒否したかったんだけど、夫がトメに合鍵を渡してしまっていたせいで、家の中に勝手に入ってくるので、本当に面倒くさかった。夫にトメの嫁入りを止めてほしいことと、家の鍵を取り返してきてほしいとお願いしたけど、夫は、家族なんだから家の鍵を持っててもらうのは当たり前だろ。よく家に来るのはイッチに相手にしてほしいだけだから、どんと構えてていいよ。と、全く私の気持ちを理解してくれなかった。なので、当時の私は嫌味なトメと能天気な夫に挟まれて、かなりストレスを抱えていたと思う。そんなある日、私は月のものが遅れていたので、産婦人科で検査をしてもらったところ、やっと待望の妊娠が発覚した。すぐに夫に伝えたかったんだけど、妊娠が発覚した1週間後に、夫の妹である琴音の結婚式が予定されていた。私と琴音は大学時代の同級生で、今でも時々一緒に遊んでいる友人でもあった。私は琴音の結婚式は楽しみにしていたんだけど、あの琴音と夫に妊娠の件を先に報告をしたら、二人は琴音の結婚式をそっちのけで、お祭り騒ぎになることが目に見えていた。そうなったら今回の主役の琴音夫婦へのお祝いムードをぶち壊してしまうと思い、妊娠の件は琴音の結婚式が終わるまでは黙っていることにした。その代わりに、妊婦の私が結婚式中に気分が悪くなって琴音に迷惑をかけたくないので、琴音夫婦と一緒に式に出席している友人には妊娠の件を伝えることにした。琴音や他の友人は私の妊娠について心の底からお祝いの言葉を送ってくれた。特に琴音は私が妊娠できなくて悩んでいるのを誰よりも知っていたので、やっと妊娠できたんだね、おめでとう、と自分のことかのように涙を流して喜んでいた。琴音には琴音にいびられていることを相談しなかったの？うとはいないのかな？家族とはいえども琴音はもう義実家を出ているし、琴音との関係性が悪くなる可能性があると思って、琴音には琴音が嫁入りしてくることは言わないようにしていた。ウトはすでに病気でこの世を去っているので、トメを止めてくれる人は夫しかいなかったんだ。そして、琴音の結婚式の日、式は琴音夫婦の穏やかな性格を表すかのような素敵なものだったので、涙が出た。そして、披露宴となり、琴音夫婦のケーキ入刀や、琴音友人たちの催しなどイベントが始まり、その都度、隣の席に座る夫に、いろいろ話しかけたんだけど、なぜか夫は私を無視して、トメや他の親族とばかり楽しそうに話していた。何度か親族たちの会話に入ろうとしたんだけど、夫とトメだけではなく他の親族たちも、私の発言をスルーしてきたんだ。その時の私は、トメが親族と夫に、私の悪口を吹き込んだのかしら？と思って、とても気分が悪かった。ただトメのお祝いの場で、嫌な表情を出したくないので、気分転換に一度トイレに行くことにしたんだ。
その後、席に戻ろうとした時、琴音と私の共通の友人とばったり出くわしたんだ。その際、友人が、ちょっと、あんたの旦那大丈夫?と、尋ねてきたんだ。友人の言っていることがわからなかったので、どういうことか聞いてみると、友人の口から、とんでもないことを聞かされてしまった。先ほど、私が席を外した瞬間、夫は酔っ払って気が大きくなって親族たちに、子供一人妊娠できない女じゃなくて、ここにいる若い女性を引っ掛けてこいよ。畑を変えれば、きっとすぐに子供ができるって。と、言われて、夫はその指示通り琴音友人席に行き、君、可愛いね、後で一緒に二次会行かない?など、琴音の晴れ舞台でナンパを開始。琴音友人席には、私の友人がいたので、あれ?琴音のお兄さんって、一致と結婚してなかったですか?こんなことをしたらダメですよ。と、言ってくれたらしい。でも夫は、嫁は妊娠できない不完全な人間だから、もう離婚するから関係ないよ。と、笑顔で返答したらしい。それにドン引きした友人は、結婚式が終わるまでは私に夫の気候のことを、黙っていようと思っていたそうだけど、私にばったり出会って我慢できなくなったみたい。琴音ともイコール、一致友人なのを知ってて、よくそんなことできるな。というか夫は、もともとそんなことをしそうな人間だったの?琴音とも席は、主にバイトや会社の仲間で構成されているので、夫は私の友人が紛れていると、気づかなかったのではないかと思う。あと、夫はもともと弱気な人なんだけど、お酒の力と琴音と親族にそそのかされて、こういう気候に走ったんだと思う。友人から夫の裏切り行為を聞いた私は、ショックでその場に立ち尽くしてしまった。その後、私は琴音には申し訳ないけど、式場に戻れるメンタルではなくなってしまい、友人の制止を無視して、スマホ片手に式場から飛び出したんだ。その後すぐに、なぜか夫から着信が来た。夫と話す気にはなれないので、無視したんだけど、それからも夫からの着信や、今どこにいるの?連絡を返して。というメールを何通も送ってきた。私は思い切ってスマホの電源を切った。その後、私は身を隠さなければと思い、目に留まったネカフェに入り、そこの個室で、ただひたすら悔しくて、涙を流した。精神的に落ち着きを取り戻した私は、恐る恐るスマホの電源を入れてみた。すると恐ろしいことに、夫と留めから、どこにいるんだ?連絡を返してくれ。話をしたい。と、鬼電プラス鬼メールが来ていて、めまいがした。ちょうど、そのタイミングで、式を終えた留めから、電話がかかってきたので、震える手で通話ボタンを押したんだ。私が通話に出た瞬間、開口一番に琴音は、一致、今どこにいるの?共通の友人から全部聞いたけど大丈夫。と、結婚式から逃げ出したのに、私を心配する言葉をかけてくれて、こわばった体が和らいだ気がした。その後琴音は、私が式を抜け出した後のことを話してくれた。私が式場を飛び出した後、私に夫の気候を暴露した友人が琴音に、私が式場から飛び出してしまったと、報告をしてくれたそう。私がいるにもかかわらず、自分の友人に手を出そうとする兄と、それを促す親族にブチギレした琴音は、親族席に向かい、人の結婚式で新婦の友人たちに、ちょっかいかけるのやめろ。あと、一致は妊娠中なのに、一体あんたらは何をしているの?と、ものすごい圧で言い放ったそう。親族たちは琴音のドスの効いた声に、ガタガタ震えてビビってだんまり。私が妊娠しているという発言を聞いた夫と琴音は、妊娠しているだなんて聞いてないんだけど。3年も妊娠できなかったの。今更妊娠するわけがないでしょ。これこそあの女の嘘よ。と、返答したそう。それを聞いた琴音は顔を真っ赤にして、一致は私の結婚式の妨げになると思って、式が終わるまでは黙っているって言ってたわ。それにエコー写真を見せてくれたから、妊娠しているのは本当だよ。と、言い放ったそう。琴音の言葉に夫たちが唖然としていると、さらに琴音は、ぼーっとしてないで、今から一致を探してきなさい。と、夫と留めに対して指示をしたそう。それに対して留めは、琴音さんの結婚式が終わったら、探しに行くわね。と、返答したらしい。その私のことを軽んじた言動に対して、琴音は、私の友人に嫌がらせをするあんたたちに、祝われたくないので、とっとと出て行ってほしいと言っているの。一致が変なことを考えてたら大変だから、今すぐ探してきて。私も式を終わらせ次第捜索する。と、半ば強制的に自身の親戚たちを、式場から追い出したとのこと。琴音はその後、新郎や、新郎親戚に対して、
私の親のせいで、私の友人がいなくなってしまったので、大変申し訳ないのですが、式を早めに終わらせたい。と、頭を下げてお願いしたところ、琴音夫は、もう式のプログラムは琴音の手紙の読み上げと、集合写真なので琴音さえいいなら、式の後始末はこちらがするので、友人を探しておいでよ。と、言ってくれたらしい。その後、琴音は一緒に探しに行くと言ってくれた私の友人数名と共に、式を途中で抜け出して、私の捜索をし始めたとのこと。私は琴音との電話で、初めて琴音に嫁いびりをされていることを伝えた。すると琴音は意を決したように、あんな人たちのところに帰らない方がいい。支援でも子守でも何でもするから、兄さんと離婚して。と、言ってきた。私的には琴音に、兄さんと離婚しないであげて、と言われるものかと思っていたので、拍子抜けしたけど、琴音のその言葉のおかげで私は離婚を決意した。私は琴音と友人に合流しようということになり、実家に帰ることにした。私は実家の両親に、先ほど夫と琴音にやられたことと、夫と離婚してお腹の子と一緒に暮らしていきたいと、自分の意思を伝えた。両親は最初、離婚するなら、お腹の子を諦めた方がいいのでは?と、言ってきたけど、せっかく私の元に来てくれた子を、手放すなんてできなかった。たとえ感動されてもお腹の子は産むと伝えると、両親は折れてくれて、私に協力してくれると約束してくれた。その後琴音のスマホに留めから、一致さんが全く見つからないので、一度帰ります。あと、琴音さんは結婚式の二次会は、当然予定通りにするのよね。息子も楽しみにしているので、キャンセルはしないであげてね。と、メールが来た。親族が二次会に出席するのは珍しくない?てか、一致より結婚式の二次会が大事って、意味がわからんのだが。琴音はもともと夫のことを、二次会に出席させる予定ではなかったんだけど、夫が、今の二次会がどんなものなのか見てみたい。と、言い出したとのこと。正直琴音は気を使うので夫に出席するのは、遠慮してもらおうとしたそうだけど、お兄ちゃんはあなたのことを大事に思っているから、どうか出席させてあげて。という琴音の説得に折れて、夫の二次会への出席を認めたとのこと。先ほどの結婚式の夫の行動を考えると、夫が二次会に参加したいと思っている理由は、私より若くてたくさん子供を産んでくれそうな女性を探すためだと思われる。私と琴音は夫のその考えを逆手にとって、夫をラフンと言わせることができないかと思った。その結果、我々は二次会に出席する女性全員に今回の事情を説明し、この男性が言い寄ってきても、無視してください。と夫の顔写真を添付してメールを送った。二次会に出席する女性陣は、真面目な人が多いそうなので、夫になびく人はいないと思われるとのこと。そして、私は夫が浮気をしようとしたことを理由に、夫に離婚届を突きつけようと思っているんだけど、子供への面会を拒否する方法はないかな?夫はお相手探しに来ているのに、女性に相手にされなければ辛いわね。二次会に出席させない方がいいと思ったけど、こっちの方が夫にダメージを与えられそうだね。面会を拒否するのに手っ取り早いのは、本人たちが面会を拒否することだね。夫と琴音が子供に暴力を振るうなど、悪影響を及ぼすと、裁判員たちに認めさせることができれば拒否できるけど、時間がかかるかもしれないよ。どちらにせよ、一致の場合は、離婚するときに弁護士はいると思うので、まだ体が動く時期に、相性のいい弁護士を探しておいた方がいいよ。いろいろ書き込んでくれてありがとう。子供を待望していた二人に、子供の顔を見せないのが私の復讐になると思ったんだけど、嫁いびりや浮気程度では、面会を拒否するのは難しいかもしれないね。もう少ししたら二次会は始まるんだけど、先ほどの琴音と共通の友人が、二次会の状況を中継してくれるみたいなので、一旦失礼するね。こうして、一致はスレミンにアドバイスをもらい、二次会の中継を見るために一度スレを後にしていった。一致がスレに戻ってきた時には、この書き込みから1年ほどの時間が経っていた。果たして、一致は無事に、復讐をやり遂げることができたのだろうか?前に琴音の結婚式で夫が琴音友人に、ナンパをしていたことがきっかけで、復讐と離婚を決意したものだよ。あの後、バタバタしすぎてしまい、報告が遅れて申し訳ない。結論から先に言うと、現在、私は夫と離婚して息子を出産したんだ。後で詳しく書くけど、慰謝料と養育費も一括で支払ってくれた上に、面会権はあちら側が拒否してくれたので、私の願い通りになってくれたよ。あの書き込みを、友人からの二次会の実況中継を見ていたんだけど、
それがものすごく面白かった。なんせ、夫は二次会に出席している女性に、片っ端から話しかけてたけど、琴音の事前のメールのおかげで、みんな夫にそっけない態度をとっていたから。それこそ、結婚式で私が空気みたいな扱いをされていたけど、二次会では夫の方が空気みたいな扱いをされているのを知って、少しスッキリした。しかも、その場に夫の知る人はおらず、夫は終始アウェイ状態だったそうで、それに耐えきれなくなった夫は、気づけば、会場から姿を消してたらしい。自分の行いが返ってきててくさ。このままなら妊娠しているエッチに、すがってきそうだけど大丈夫だったの？その翌日、私は夫に、あなたとは一緒にやっていけないので、一旦実家に帰らせていただきます。近々今後のことについて、夫婦で話し合いをしましょう。とメールを送信した。すぐに夫から、俺も話したいことがあるので、今からエッチの実家に行ってもいい？と、返信が来た。この日はちょうど両親は予定がなく家におり、両親に同席してもらえるそうなので、夫の提案に乗ることにした。私はてっきり夫は私に離婚したくないと、泣きすがってくると思っていたんだけど、実家に到着した夫は私に深々と頭を下げて、一致、慰謝料と養育費はいいねで払うので、離婚してほしい。と、言ってきたんだ。ここは普通泣いてすがってくるところだと、思うんだけどな。もしかして夫に、いい人が見つかったということなのかな？どういうことかと夫に尋ねたところ、昨日二次会会場を飛び出した夫は、憂さ晴らしに一人で飲み屋に行き、そこで知り合った女性と一夜を共にしたとのこと。その女性は私より若くて、留め好みの安産型の体型だそう。夫がその女性との会話の中で、嫁がなかなか妊娠しないので、俺の人生プランは大きく崩れた。3年で一人しか産めないなんて、効率が悪すぎるんだよな。と、愚痴ったそう。その時にその女性が夫に、私はあなたの嫁さんよりも、効率よく子供を産める自信があるわ。と、返答したことをきっかけで、ホテルに行くことになったみたい。体の相性も良かったこともあって、夫は浮気相手に乗り換えるために、離婚してほしいと言ってきたんだってさ。私の実家に来る前に夫は止めに、他の女性に乗り換えると報告したそう。それに対して止めは、3年で一人しか産めない女より、若くて可愛らしい女の方がいいからいいんじゃない？と、ノリノリだったとのこと。私はこの気を逃すまいと思い、離婚届にサインをしてもらった。私は夫に、金輪際、私はあなたや未来の奥さんに、接触しないと誓約書を書くので、慰謝料と子供の養育費として合わせて、1500万円の支払いを一括で支払ってほしい。と、少し高めの金額を要求してみた。減額してほしいと言われるかと思ったけど、夫は、これで一致の気が済んで、今後俺たちに付きまとうことがないなら、それくらいの金額は安いものだ。と、借金をして支払ってくれた。なので、離婚自体はあっさりとすることができた。それから私は離婚でのストレスからか、つわりがきつくなっていたり、切迫早産になってしまい、寝たきり状態になってて報告が遅れてしまった。その後、なんとか無事に出産予定日ジャストに、元気な男の子を出産することができたよ。両親の力を借りながらではあるけど、初めての育児や夜泣き地獄に、睡眠不足で元夫のことなんか忘れていたんだけど、ある日を境に元夫と止めから、赤ちゃんが生まれたんだよね？顔を見せてくれないかな？一致さん、一目でいいから孫の姿を、見せてもらえないかしら？と、メールが来るようになった。もう元留と元夫には関わりたくないので、その連絡を無視していると、友人の琴音から連絡があり、最近の元夫たちの現在の状況を教えてくれた。どうやら、元夫は私と離婚した後に、居酒屋で出会った女性と再婚したそう。でも、その女性は元夫と結婚した途端、夫の稼いだお金でホストに通ったり、パチンコなどの賭け事をするようになったみたい。最初は夫はせっかく嫁に来てもらったからと、新しい嫁の行動を黙認していたそうだよ。でも、ここ最近になって、その嫁は新しい彼氏ができたからという理由で、離婚届を勝手に書いて役所に提出し、どこかに姿を消してしまったそう。途方に暮れていた夫と留は、私の子供がそろそろ生まれる頃だと思い、私に会ってみたいと連絡してきたとのこと。私はこのまま無視する気だったんだけど、琴音が、このままだと一致の実家にも、うちの兄さんたちが行く可能性があるので、できれば、知らない土地に引っ越しをした方がいいよ。と、言ってくれたんだ。それを聞いた私たちは早速実家を売りに出して、違う県にあるマンションに家族で引っ越した。
こと迷惑、私たちが引っ越した後、元夫たちが実家に嫁していたけど、家はすでにもぬけの殻だったので、途方に暮れていたらしい。私としては夫と留に対しての最大の復讐は、二人に息子を会わせないことだと思っているので、このまま逃げ切れるように、ここで厄払いをしておこうと思う。変に接触して、息子に嫌な思いをさせるなら、このまま無視を徹底した方がいいね。いい感じの末路だったな、しっかり逃げ切れるように願っておくね。こうして、一致は夫と留めの復讐を終えてその後、スレを後にしていった。きっと今でも息子と元気に過ごしていると思われる。もしもあなたに一致のような夫がいて、今回のようなトラブルを抱えていたらどうしますか？コメントにて教えてくださいね。それでは今回はご視聴ありがとうございました。ちなみに養育費の平均月額は4万円だそうで、20年分にすると総額960万円となるそうです。